こんにちは。今日はですね、上司とかですね、こう同僚とのですね、職場論ということで、なんですか、こうやり方の違いみたいな話をしたいなというふうに思います。今日ですね、こう私がですね、こう職場でですね、こう仕事をしていて、で、先輩というか上司というか、その方がですね、後から入ってこられたんですよ。で、いつも、もう森さんは私の作業を見てないでしょって。私こういう風にやってるのに、みたいな。そのやり方はわかるんですよ、その方がやってるのは。で、その方がやってるやり方は A 方式としますよね。で、僕がやってるやり方を B 方式とします。で、こちらはですね、そんなに大きな違いはないんです。その先輩はですね、A というやり方をですね、こう、やりやすくてやっててですね、こう、私はですね、こう、B というやり方をやりやすくてやってます。どっちもですね、それぞれメリットあるかなというふうに思うんですよ。で、それぞれ、それぞれに、正確に、早くできるっていうふうにこう信じてやってる部分があります。で、ちょっと、そんな、僕は言ったわけですよ。A 方式もわかりますよって、もちろん、そのやり方ももちろん存じておりますって。ただ、私もですね、こういう、私としては、ちょっと不器用なんで、B 方式でやると、自分としてはこう正確に早くできるんですよねって言ったらですね。先輩はちょっと納得していただいたみたいで、それならいいけど、みたいな感じで、言われましたね。だからこう、自分は不器用なんで、こっちでやってます、みたいな。そういう言い方をしてみてもいいのかなと思います。すべてですね、それでうまくいくとは限らないですけど、そういう言い方もあるのかなと思いますね。自分は不器用なんで、こっちのやり方でやってますみたいな。こっちのやり方やると、うまく早くできるんですよ、みたいな。で、それで、それでも A 方式でやってっていう方もいらっしゃるかもしれないですけどね。そういう返し方がありますよっていう、そんなような、動画になりますかね。A 方式と B 方式。それぞれそんなに大きくは違わないんですけれども、他の方はこうやってて、自分はこうやってるみたいな。で、自分としてはこの方式でやりたいみたいな。時に、使える言い方なのかなというふうに思います。ということで、こちらの動画は以上でございます。失礼いたします。